おはようございます。ゴールデンウィークのさ、あれなんですよ、中日みたいな。なんでまあ3日行ったら終わり、終わりちゃうけど、もう6時半ぐらいにさ、勝手に目覚めるようになってもうたから、ちゃんの正気っていうみたいなだけですよ。何笑うてんねん。ちょっと皆さん、ゴールデンウィークは何をするんですか？ていうかあれやな、恥ずかしいな、この化粧とかしてるとこ。私も美容系をめっちゃ見る。ちょっとそんなやったら美容興味あるみたいやん。ちょっと普通になんか美容系 YouTuber が好きなだけでさ、朝美容にはそんな興味ないねんけど、興味あったらこんな仕上がりになってへんねんけど、これあかんよな、この自虐よくないですね。もういい年やし、そんなことないですよお待ちみたいやもんな。それもそんなことないねん。そんなことないですよ言ってほしいわけじゃないねんけど、なんか関西人の差がみたいな、下げてまうみたいな、自分を下げることで守ってんすよ。自己評価甘くして守ってるだけ。まあ、でもよくないね、自虐は。聞いた方もそんなことないですよって言わなあかんみたいし、気づけよ。やってまうねんな、思考やからさ。こうやっぱおもろい方がヒレやる気高かったんですよ。おもろさの方を頑張ろうと思ったら、やっぱある程度下ネタと自虐ってつきもんで、いかに暴れるかみたいな。平日はすっぴんでもいいぐらいけど、私肌汚いんでファンデーション忘れだね。お肌汚いっすよ、これなんとかならんかな。これは自虐とかじゃなくてマジで汚い。なんで汚いかというと、言い訳するね。確かにまあそんな美容に頑張ったとかあんまなくて、スキンケアとかも超適当っていうのも理由の一つやねんけど、最受験の時やむやん、そらニキビまみれになってニキビ面やったんですよ。なんか性格上ニキビをさ、プチプチ潰してたわけ。ね、性格上って。ほんならさ、ボコボコになっちゃった。笑ってるけど、笑われへん。でさ、まあなんとかしようかなとかはちょいちょい思ったわけ。ボトックスとか売ってるから。で、なんでボトックスっていうかというと、こう、ダウンタイムないからさ、こう、仕上がりがあっという間だよね。売って数日でさ、なんかそれなりに効果出るやん。ピーリングとか、やった方がいいんやろうけど、やらん。買って、29まで来て、ボコボコみたいな。持ってんな。よろしくお願いします。今終わったので作業しに行きます。はい、晩ご飯食べます。また卵とパスタサラダ。はい、今帰ってきて晩ご飯を食べるとこでございます。ほんで、ちょっと9時からミーティングみたいなのがあって、それやって、もう最近登録してくださる方が増えておりまして、本当にありがたい。もう私もう3年もやってるんでね。全然しょぼしょぼなんですけど、まあこっからもうちんたらやっていこうかなと思っております。できる限りね、忙しい編集みたいなしてるからやねんけど、別にそんな忙しくもなくて、確かに、よう動くというか、まあ、元気な方ではあんねん。体力はあるとは思うねんけど、別にいろいろやってることがすごいわけちゃうからね、ほんまに。恥ずかしいですよ。動画の構成自体がさ、まあ、今日もそうやけど、まあ、朝から動いて、みたいな、そういう動きをしてるから、すごいですね、みたいに言っていただくし、まあ、私もそういう見せ方をしてるから悪いねんけど、別にそれがすごいことでもなくて、私の場合、こう、いろいろ一個のことを極めて、めっちゃガッてやるよりも、9時5時は、研修病院でしっかりやって、まあ、その後はこう YouTube の活動とか、医者でもさ、
朝からもう夜中まで働いてる多分おじさんもいて、そんな人が見たらマジでこのぬる生ぬるい働き方しやがってみたいな感じだと思うんやけど、まあ、向き不向きで自分に合ってないんですよね。その時間内は一生懸命自分なりにはやってるんですけど、まあそれは分からんけどね。何が言いたいかというと、そういろいろやってるけど別にそれがすごいことじゃなくて、ただ私が向いてるってだけでだから一個のこと極めてやってる人とかは私はできへんことやから逆にすごいなって思うしっていう話。そういう選択を取ってるだけやからほんまいただきます。てかさ、コンビニ飯ばっかりなんですよ、私。ほんまにあかんよね。いや、ほんまあかんと思いつつ、なんか、料理たまにすんねんけど、最近旦那さんの帰りが遅いんですね。まあ、なんか、激務の業種ではあるんやけど、マジで、終電前とかに帰ってくるんで、もうほんまかわいそうなって、チュイネス食べてる時とかやったら、まあまあ、たまに作ったりすんねんけど、まあ、たまにね、ほんまそのたまやで。けど、まあ、基本的に一人なんで、多分ご飯、最近ね。旦那さん産休取るまでは多分激務なんで、一人で食べてるから、一人のためになんか作る気にならんのよね。自分のために作るのもめんどくさいからってなってくるよね。人おったらね、あんねんけどね。コンビニうまいやん。私結構何食べてもうまいと思う。あんまグルメではないんで、あのマクドも何でもうまいなっていう、そう、うまいという感情しかわかんないね、ご飯に対して。ローラみたいな、俺か俺じゃ以外かみたいな、うまいかうまくないかなんで、もう日本おったらさ、ほとんどのご飯美味しいやん。わかるで、それはあのめっちゃ高いご飯のなんかあの繊細さとかわかんねんけど、いや美味しいけど別にこれでええやんみたいな。全然コンビニでいいんですよ、日常は。だからマネせんといてくださいね。コンビニでもいいやんって思いましたって書いてくれはったんですけど、多分良くないですよ。絶対自炊した方がいいから。うまやったらね、帰って自炊したらしたらええねんけど、なんか偉いよね、自炊してる人。パスタサラダとか言ってもこんなのほぼパスタやからめっちゃ不健康そう。あんま趣味ないんで、あの旅行とか本読むとか、一応王道のやつはあんねんけど、バイオリンとかさ、ピアノとかなんかそのヨガとか、そういう趣味なくて、趣味ない理由なんやろと思った時に、お金欲しいわけでもないんだけど、なんか社会活動するのが好きで、まあこれもそうやけど、こうプライベートでも動画回してるだけでさ、社会活動になるやん。いや、それがもう趣味みたいな感じで、仕事っていうのか趣味っていうのかなんかよくわからんけど、まあ、そういう、もうなんかとにかく社会活動するのが多分趣味なんですよね。ノート書いたり、YouTube やったり、グーのことやったりとかもなんか全部趣味やから、なんか別にほんま息吸うようにやってる感覚なんですよね。なんであんま忙しいみたいな認識もないし、ほんま趣味。ちょっと前までは、もう仕事だけの人生でいいわ、みたいな、ちょっとありきあり女ムーブみたいなのに憧れた時あったんですけど、まあ結婚して子供できて思うは、まあなんかバランス。仕事もちろんしたいし、その結婚したり子供できたことで私がしたい仕事が、減るとかは絶対そういう風には持っていくつもりないですけど、当初の予定通りやろうっていう気持ちやけど、今は思ってた以上に家族とかそういうのも私の中に結構必要やなみたいな、そんな感覚があって、まあなんでまあそれを思った理由としては、私仕事好きやし、旦那さんも仕事好きなんですけど、なんか別にもう私のことほっといてくれていいか、働いてくれていいみたいな思ってたんですよ。最近その旦那さんの会社は結構激務でこう夜遅く帰ってくることが多くて、思ったのがなんか家追ってほしいみたいななんか、あの、いや、旦那さんも、あんま、その、激務よりも、家族が大事なタイプなんですけど、私は、家族も大事やけど、仕事も大事みたいな。全部 100% みたいな。100、100、100みたいな人なんで、ただ旦那さんはトータル100みたいなタイプなんですよ。まあ、家族60、仕事40でいいみたいなタイプなんですけど、私は家族も100、仕事も100、遊びも100みたいな感じで行きたいタイプ。っていう話をした時に、そうやったら僕、産休取るよ、みたいな言ってくれて、それで私、仕事しようと思ったんですけど、なんか何が言いたいかというと、以前までその旦那さんも仕事100の人がいいと思ってたんですけど、意外と自分がそうやから同じようなタイプというよりも家追ってくれた方がいいみたいな、という気持ちに最近気づいたっていう話でした。変化ですね、本当にアラサーになると色々変わってきますよね、考えが。自分が絶対こうと思ってたことって意外とこうじゃないからね。私ってこういう人みたいな、9年前に決めてたこう自分像みたいなのが経験して色々その度に考えることで、意外とちゃうかったんやみたいなことは最近多いなと思います。うん、米食べますせご飯作るっつっても、あの肉と卵ちゃん玉ねぎ炒めるだけなんすけどね、凝ったもんを作る能力はないんですよ。
うん。おお。おい。うん。おげ。うん、いや音消えるから大丈夫、コンプラは任せてアイスが食べたくなったのでコンビニに行きます。よいしょ、ボディクリーム塗ろう。妊娠腺対策ということで、と見せたいんだけど、あまりにも腹汚いからちょっと見せられない。めちゃくちゃ腹汚い。今私こんな感じですね。こんな体型してますもうなんか暑なってきたら5分上がりアイス食べるのやってられ。アイス買いに行っちゃった。え、ジャンボあんでいらんの。だってもうお腹いっぱいやん食べてる。これほんまうまいわ。何や。売ってるけど高いからね。まあまあ、砂チベット砂ギツネになってるって。その顔で言った。はいはい。お風呂も入れんの。よし。